エールフランス007便離陸失敗事故は1962年6月3日にフランスで発生した航空事故であるパリオルリー空港からニューヨークアイドルワイルド空港へ向かっていたエールフランス007便がオルリー空港からの離陸時に危機器の故障により滑走路をオーバーランした乗員乗客132人中130人が死亡したこれは当時としては 世界最悪の航空事故であり、また史上初めて100人以上の死者を出したジェット旅客機の事故だった。事故当時、AL フランスはアトランタに新事務所を設立したばかりで、これがアトランタへ向かう最初の便だった。生存者は機体後部に着席していた二人の客室乗務員だった。事故機のボーイング七百七から二十八は九百六十年に製造され、 同年8月24日に初飛行を行っていた。AL フランスには9月21日に納入され、総飛行時間は4491時間だった。4機のプラットホイット2ー製 JT4A-9 ターボファンエンジンを搭載しており、1機あたりの出力は16800ポンドだった。007便はフランスのパリオルリー空港発、 アメリカ・ニューヨークのアイドルワイルド空港経由、アトランタ空港行きの国際チャーター便であった。乗客の登場に時間がかかったため、予定より大幅に遅れていた。乗客122人中106人がアトランタアートの講演者で、アトランタ美術協会の人々も含まれていた。また、乗客のうち1人がフランス人で、残りはアメリカ人だった。 機長は39歳男性で、副操縦士は40歳男性、航空機関士は42歳男性だった。その他、7人の客室乗務員が同乗していた。8時47分に事故機は、オルディン空港へ到着し、D24 中期スポットに中期した。11時28分、007便は乗客122人全員を乗せて、 誘導路13経由で滑走路08へ向かった。また、離陸重量は 137,700kg であった。事故当時の気象状況は、雲が点在していたものの指定は、良好だった。11時32分、007便は管制官から離陸許可を得た。1 5 0 0メートル滑走した後、離陸決定速度の147ノットに到達した。 離陸滑走開始から48秒後、1800メートル地点で離陸速度の158ノットに達し、パイロットは操縦管を引いた。目撃者によると007便の機種は空中にあったが、主客は滑走路に設置したままだった。2609メートル地点で速度は179ノットまで達していたが、パイロットは離陸中断を試みた。スポイラーは使用されなかったが、 逆水力装置と緊急ブレーキにより、徐々に減速し始めた。機体はわずかに左に反れ始めており、パイロットはフラップを50度まで展開した。150メートルほどは正常にブレーキが作動したが、その後車輪がロックされ、タイヤから煙が発生した。さらに100メートルほど走った後、右出脚のタイヤが破裂した。そのため、機体は急激に右へ反れたが、 パイロットは方向打の使用により機体の姿勢を回復した。しかし機体は離陸速度をはるかに上回る160ノットの速度で滑走路を突き抜けた。滑走路を飛び出た機体は再び左に急旋回し、左出脚と左翼が分解した。そのまま機体は環状道路を横切り侵入塔に衝突した。その後、セーヌ川の急など手から落下し、 40度の角度で地表に激突した。機体前方部は家とガレージに衝突し、残りの部分は100メートルほど先まで滑走して停止した。走行中に火災が発生し、機体の使用部分は炎に包まれた。11時34分に最初の消防車が現場に到着し、4分後にはその他6台が到着した。11時40分に3台の救急車、 2台のクレーン車、2台のトラックが到着し、11時45分に重傷を負った3人の客室乗務員が救助された。3人はいずれも比較的原型を止めていた機体後部で発見されており、その他のコックピットや客室部分は衝撃と火災により完全に破壊されていた。病院に搬送後、客室乗務員1人が死亡し、死者数は130人となった。 この事故は、単独の民間ジェット旅客機で発生した事故で、初めて死者数が100人を超えたものである。また、単独機としても、当時最悪の死者数であり、航空事故全体を通しても、当時2番目の死者数だった。2019年現在、この事故は、エールフランスが起こした事故としては2番目に最悪な、もので、フランス市場としては4番目に、ボーイング707としては5番目に、 死者数が多い。フランス航空事故調査局が事故調査を行った。最終報告書では事故原因として複数のことが挙げられた。まず、水平尾翼の水平安定版のトリウムが不適切な設定になっていたことが判明した。そのため過剰に機種下げの力がかかり、パイロットは通常よりも大きい力で操縦桿を引く必要があった。 これに対して機長は十分な力をかけておらず、パイロットは水平安定板が固着したと考えた可能性がある。それに加えて水平安定板の調節機構が電気的な故障を起こしており、パイロットがトリムを修正しようとしても不可能であったと推定された。トリム機構の故障の原因は明確にできなかった。さらに計算された離陸速度も誤っており、 事故の要因となったとされた。機長は離陸中断を試みたが、機体を滑走路内で停止させるには遅すぎた。事故後に飛行実験が行われ、水平安定版のトリム設定が誤っていたとしても、ボーイング707は離陸可能であることが確認された。しかし、事故当時の状況下で十分な判断を行うには、機長の事前知識は十分ではなかった。オーギュストロ段作。 ザシェード、ルーブル美術館からアトランタメモリアルアートセンターへ寄贈された。アトランタ美術協会は犠牲者を弔うためにアトランタメモリアルアートセンターを建設した。パリのルーブル美術館はそこへオーギュストロダンの作品を複数寄贈した。また、アトランタで一時的にジェームズ・マクニール・ホイッスラー作の灰色と黒のアレンジメント母の肖像が展示された。この事故は アメリカ国内で人権擁護運動が行われていた最中に起きた。キング牧師とハリーベラフォンテは零零七便の事故を受けてアトランタで行う予定だった座り込みを中止した。一方でネーション・オブ・イスラムのマルコム X はロサンゼルスで以下の演説を行った。とても素晴らしい発表をしたいと思います。今日、神から伝報をいただいた。我々の祈りを フランスで叶えたとおっしゃった。120人以上の白人が乗った飛行機を墜落させた。なぜなら、イスラム教徒は目には目を信じているからだ。我々は祈り続け、神やヤハウェ、アッラーが毎日別の飛行機を落としてくださることを願う。これに対し、ロサンゼルス市長のサムヨーティーは、この演説は悪魔が持つ歪んだ心のようなものだと発言した。また、キング牧師も、 この演説に賛成しなかった。マルコムは、その後、メッセンジャーはもっとやるべきだったと言い,い、これによりマルコムは、全国から注目を受けた。この事故を受けて、アンディ・ウォーホルは、事故を扱った初めての作品である、129、ダイイン・ジェットを描いた。これは、1962年6月4日発刊の、ニューヨーク・デイリー・ミラー紙の一面写真を元にした、ものであった。 ウォーホルがこれを描いた当時、死者数は129人だった。2019年現在、AL フランスは、ジョン・カイ・ケネディ国際空港、パリ・シャルルド・ゴール空港線で7便を運航している。使用される機材は、エアバス A380 から800で、往路の6便は、ニューヨーク止まりになっている。ありがとうございます。